こんにちは、マイシーです。と今日はですね、はい、ダイソーさんのスパークルを使いたいなと思います。今回はグレーとマスタードを使ってバッグを編んでいきたいんですけれども、と底板はこちらの丸い底板を使っていこうかなと思います。丸の、まあ、ブラウンですね。丸のブラウン、これを使っていきたいです。ちなみにですね、このバッグの底板はですね、直径15センチの円になっています。これに、まあ、キラキラの糸を合わせてキラキラなバッグを編んでいこうかなと考えています。ね、このスパークルはですね、おすすめは確か5号針だったと思うんですよね。5号針で少し細いので、まあ、2本取りで編んでいこうと思っています。底板には、まあ、グレーを使って、途中からマスタードに変えて、最後にまたグレーに戻したいと思います。はい、2本取りなので外側と内側両方からですね取っていこうかなと思っています。そんなにねたくさん中身が出なくてよかったです。よいしょ。中と外合わせて2本取ります。かぎ針はですね2つ使います。穴に、まあ、縫い付けるように6号針 3.5 ミリを使います。そしてですね、本体は8号針の5ミリで編んでいきます。それではまず6号針を使います。 3.5 ミリ、これがまあ外に出ていたところで、ここをまあ外側にと向けて編んでいこうと思います。ね、上上下が、ね、ないようなので、まあ、どこの穴でもいいかなと思います。針を入れて、くるっと回した方がいいかな。そして出す。一度編む。ここからですね、鎖編み一つ編んで、まだね、円型の底板編んだことないんですけれども、2目ずつで今回やっていこうかなと思います。この穴に針を入れて引き出す、細編み1つ、同じ穴に針を入れて引き出す、細編み1つ、そして鎖編み1つ編んで、次の穴に同じように細編み2目編みながら底板に編みつけていきます。2目編んだら鎖編み1つ、はい、糸端はしばらく編みくるみます。ここ糸処理するのが難しいので、できるだけ編みくるんだ方がいいと思います。はい、これを続けてですね、1周します。1周しました。1周してですね、まあこの穴に2目ずつ編んできたんですけれども、数えたら穴が44個あったので、今は鎖編みを除いて細編みは88目あります。これから編む模様は偶数の目であれば編めますので、底板がない方は直径15センチになるぐらいまで円編みをしていただいて、模様編みに入っていただけたらなと思います。それでは、まあ、最後ですね、2目細編みを編んで鎖編みを編んでいます。はい、そして最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい、引き抜いたらですね、かぎ針を8号針に持ち替えます。はい、8号針では半目を拾って筋編みをしていくんですけれども、少しね、前段が6号針で編んでるというのもあってきつくなっているので、まあ、ゆっくりやっていきましょう。鎖編み1つ編んで半目向こう側だけを拾います。鎖編みは飛ばします。細編みの半目向こう側、根元も含めてですね、
はめ向こう側1本だけを拾って細編みを編みます。次の目も編む。はい、次は鎖編みなのでこれは飛ばします。その次、はい、次も半目向こう側だけ編む。鎖編みは飛ばします。これを繰り返し編んで1周します。はい、半目向こう側だけを拾って細編みを編んできました。鎖編みを飛ばしているんですけれども、綺麗な丸になりましたね。かわいい。これだけでもなんかドイリーとかね、大きなコースターにできそうですよね。かわいいです。それでは、最初の細編みの頭に針を入れて、グレーは一旦ここまでにします。また模様編みの後にグレーを使うんですけれども、ここからは、はい、マスタードに引き抜きます。マスタードはですね、たくさん使いそうなので2玉用意しました。2玉で、まあ、引き揃えて編んでいきます。2本。よいしょ、ぐるっと回して引き抜きます。グレーはもうここで切って大丈夫です。それで糸端2つとも持って3段目編んでいきます。鎖編み2目編んで、根元から長編みを1目ずつ編みます。よいしょ、糸端は編みくるみながら細編みの頭を1目ずつ拾って長編みを編んでいきます。はい、一周しました。長編みを1目ずつ編んできてですね、最初の長編みの頭に引き抜きます。立ち上がり2目ではなくて長編みの頭に引き抜きます。はい、そして次はですね、細編みの段を編みます。鎖編み1つ編んで、根元からですね細編みを1目ずつ編みます。長編みの頭を全部拾えます。はい、細編みを1目ずつ編んで1周しました。最初の細編みの頭に針を入れて、ここですね、針を入れて引き抜きます。はい、次の段、次は5段目です。5段目は表引き上げ編みを編みながら編んでいきます。一番最初は立ち上がり鎖編み2目編んで、根元、この引き抜いた目にですね長編みを1つ編みます。根元に長編み、はい、そして次の目はですね表引き上げ編みを編みます。編むところはですね、この細編みの頭ではなくて前段の長編みに編みます。ここはまっすぐ下に行って、ここ長編みの上に編まれているので、その次の長編み、ここにですね糸をかけて右から左に針を入れます。糸を拾って上まで上げます。ちょっと上まで上げて長編み1つ、これが表引き上げ編み。次は通常の長編みを編んでいくんですが、表引き上げ編みのこの後ろの細編み、ここには編まずに次の細編みに編みます。次の細編みに長編み1つ、はい、この細編みに長編みを編んじゃうと目が増えるので、ここはちゃんと飛ばして次の目に長編み1つ、そして次も表引き上げ編み、糸をかけて次はここの長編みではなくて次の長編みに表引き上げ編みを編みます。はい、そして次の目に長編み1つ、
表引き上げ編み一つ、はい、長編み一つ、表引き上げ編み一つ、これを交互に繰り返し一周します。この直線上のですね、目には一つだけ編むようにします。なので慎重に長編みを編んで、ここはもう編まずに次の長編みに表引き上げ編みを編んでいきます。ね。はい、長編みと表引き上げ編みを交互に編んで一周してきました。通常の長編みで、編み始めているので、最後は表引き上げ編みで終わっています。そして立ち上がりではなくてですね、長編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい、きました。並々模様になっておりますね。はい、次の段はですね、細編みの段を編みます。鎖編み一つ編んで、この長編みの頭、表引き上げ編みの頭に細編みを一目ずつ編みます。これは全部の目ですね、編んで一周します。はい、一周してきました。そしてですね、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい、こんな感じですね。細編みを編むと引き締まりますね。そして次はですね、また長編みと表引き上げ編みの模様になります。立ち上がりは鎖編み2目、前前段は長編み表引き上げ編みの順でしたが、今回は表引き上げ編み長編みの順です。なので前前段の長編み、ここにですね、表引き上げ編みを編みます。と、一番最初の目は表引き上げ編み、右からこう後ろを通って糸をかけて長編み1つ、表引き上げ編み、長編みの表引き上げ編みを1つ編みました。次は前前段の表引き上げ編みの上の細編みに長編みを1つ編みます。はい、ここも同じようにですね、ここ細編み飛ばしているので、ここに編んでしまわないように気をつけましょう。糸をかけて、ここも前前段の長編みを拾って表引き上げ編み、はい、この後ろの細編みを飛ばして、ちゃんと次の目に長編みを編む。はい、表引き上げ編み、はい、長編み、これで一周します。一周してきました。と、一番最初は表引き上げ編みで始めているので、最後は長編みで終わっています。そしてこの表引き上げ編みの頭に針を入れて引き抜きます。こんな感じですね、模様は。ここからはもう4段目から7段目、4、5、6、7、この4段分をですね、繰り返し編んで、高さを出していこうと思います。この模様はですね、短縮で編む場合は最後は細編みの段で終わらせた方が綺麗なんですけれども、今回は細編みの段をグレーで編みたいので、この長編み表引き上げ編みの段で終わるようにします、ね、この状態で、この状態だとね、通常でしたら広がっちゃうので、避けた方がいいんですけれども、結局グレーで細編みを編むので今回は大丈夫です。と、糸自体は、残り半分ずつ、約半分ずつです、今のところ。なので、もしかしたらマスタードは追加するかもしれません。
編み終わった後にどれくらい使ったかですね、案内したいと思います。それでは4段目から7段目を繰り返し編んで高さを出していきたいと思います。4段目は、細編みの段ですね。はい、23段目まで編みました。細編みの段ではなくてですね、長編みと表引き上げ編みの段で終わらせています。最初に使った2玉じゃ足りなくてですね、1玉を一番最初のこのグレーと同じようにですね、中と外からと出して引き揃えて編みました。残り糸がもう本当にもう少しこれぐらいしか残らなかったですね。でここからはグレーに引き抜いて細編みの段を数段編んでいこうと思っています。次グレーでですね引き抜きます。はい、ここは表引き上げ編みで始めているので、表引き上げ編みのと頭に針を入れてグレーに引き抜きます。一度結んでから引き抜くと、糸処理がしやすいですね。よいしょ、はい、ほどけにくくもなります。中のですね、つないだ糸とかと編み始めはですね、先ほどで糸処理をしました。高さが出ると特にですね、底板周辺が糸処理がしづらくなるので先に済ませています。はい、それではここからは細編みの段を数段編んでいこうと思います。糸端は編みくるみます。鎖編み1つ編んで、もう根元から細編みを1目ずつ編みます。糸もですね、そんなに多くないので様子を見ながら編んでいきます。できれば持ち手も作りたいなと思っているので、と考えながら細編みの段をやっていきます。今回は色をですね変えているんですけれども、そのままマスタードでここのところもね、細編みの段を編んでいただいても大丈夫。はい、3段分細編みの段を編みました。ここは23目で終わっているので、24、25、26、26段目まで編んでいます。こんな感じで、配色的には好みですね。これで持ち手とかも編んでいこうと思います。残りこれぐらい、半分以上あるので多分大丈夫です。まずはですね、マーカーをつけていこうと思います。右からも左からも15目目にマーカーをつけようと思います。そこはですね、丸なので十字材にですね、こう折りたためるんですよねあまりそこを気にせずいけるので、一番この立ち上がりを端にすることができます。そして1、2、3と合わせながら数えていきます。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、はい、この15目目にとマーカーをつけていきます。向こう側にもつけていく。はい、そして反対側も畳んだ状態で、反対側も同じようにマーカーをつけていきます。反対側もですね、マーカーをつけました。ここからはマーカーの間を編まずに、細編みを1目ずつ編んで、この間はですね、鎖編みを編んでいこうと思います。それではまず最初はですね、はい、細編みを編んでいきます。鎖編み1つ編んで、根元からこのマーカーの目まで、ここまで細編みを1目ずつ編みます。
はい、マーカーのとこまでですね、細編みを1目ずつ編んできました。ここでマーカーをもう取っちゃっても大丈夫です。それでは次のマーカーに細編みを編みたいので、その間を鎖編み20目でつなげようと思います。とこれはですね、まあ、どちらでもいいかなと。あの長さはですね、もう短くても長くても、今回はやっぱり少し糸の心配があるので20目で少し短めにしています。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、20目編みました。ちょうどのギリギリ足りるか、まあ超えるかぐらいの、まあ、長さにしています、うん、そしてマーカーのとこに、まあ、細編みを1目編んで、はい、次の目以降もですね、次のマーカーまで細編みを1目ずつ編みます。そしてここもあのハンドルにと鎖編み20目編んで、またマーカーの目に細編みを編んで1目ずつ編んで1周します。はい、一周しました。この、 あの間の鎖編みは20目ずつ編んでいます。そしてここは、まあ、15、15で30、ここも15、15で30あります。最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。はい、次の段編んでいきます。鎖編み1つ編んで、根元から細編みを1目ずつ編みます。ここはですね、もうそのまま、いつもは、2目一度をして持ち手を編んだりしていたんですけれども、今回持ち手そんなに角度は必要ないかなと思うので、このままですね、半目、鎖編みの半目を拾って、まあ、細編みを編んでいってもいいかなと思います。そこで拾っても良さそうなんですよね。そこで拾うと、まあ、動きそうなので、あの細編みがですね、一目ずつ拾っていこうと思います。ここの目の頭が終わったら、ここをあと鎖編みのところにそのまま行きます。鎖編み、次の目から鎖編みなんですけど、半目を拾います。気になる方は裏山でもいいんですけれども、ここがあのねじれそうなんですよね。こうやった時にこうやってもねじれるので、このまま半目にします。はい、一周してきました。持ち手もですね、まあ、少し丈夫になりました、まあ、正直バケットバッグとして使うなら、まあ、これぐらいの持ち手でも十分なんですよね、うん、収納としても、まあ、使えそうな、まあ、筒状の、ね、入れ物になるんですけれども、バッグとしてはやっぱり持ち手が、ね、あの心もたないので、もう一段だけ編んでいこうかなと思います。なので最後は引き抜いてからですね、次の段も細編み1目ずつ編んでいこうと思います。鎖編み1つ編んで、根元から細編みを編んでいきます。
この糸自体ですね、結構丈夫でそんなに伸びないんですよね、思ったよりも。あの手触り、まあ、肌触り自体は柔らかくてふわっとしているんですけれども、あまり伸びず、しっかりしているので、あの鎖編みと細編みだけでも十分なんですが、物を入れたら、ね、伸びちゃいそうなので、もう少し、幅をつけたいと思います。それでも気になる方は内布をつけて、持ち手の裏にもですね、布を縫い付けたりした方がいいかなと思います。よいしょ。ここはもう角度などつけずにこのまま細編みを編んでいきます。あ、取るの忘れてるんですけど、マーカーはもう取った方がいいですね。もう使わないです。はい、一周してきました。持ち手の幅も、まあ、先ほどの、まあ、倍ぐらいですね、なりましたので、まあ、ここまでにしたいと思います。もっとこの持ち手の幅をつけたいなという方は、もう1段もう2段増やしてもいいと思います。あの本体とのね、あの色のバランスとかも考えて、私ここまでにしたいと思います。この持ち手の部分もですね、同じ色マスタードで編まれる方は特にバランス気にせず、どんどん、持ち手のね、この幅をつけられるのかなと思います。それでは最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて、ここで糸を切ってですね、糸処理をしたいと思います。先ほどでもね、中の糸処理はほぼ終わっているのでよいしょ、ね、ほぼ終わっているので、この最後のこの2本を3本ですねを糸処理をして終わりたいと思います。はい、糸処理が終わって完成しました。まあ、筒状としてね、おもちゃ入れとかにもできますし、バッグにもできます。一応今回はね、バッグを作る予定で編み始めました。使った糸はスパークルマスタードが3玉、グレーが1玉、合計4玉使っています。グレーは思ったよりも残ったので、持ち手はもっと長くしたい方はもっとね、長くすることができます。マスタードは結構ギリギリでした。高さをもっと出したい方は、マスタード4玉ご用意された方がいいかなと思います。3玉でもギリギリバッグにできるぐらいの大きさですね。思ったよりも、糸を使ったのは、この編み方も編み方も結構分厚くて、編み地がしっかりしている、内布がいらないぐらい結構しっかりしています。編み地分厚いです。あとこの底板ですね、直径15センチでちょっと小さく見えるんですけれども、編んでみると結構大きいバッグが編めます。今まで、長方形と楕円のとバッグで、小さくなっちゃうんですよね、バッグ。大きくしようと思えばできはするんですけれども、この円はですね、自然に大きなバッグにすることができます。この編み入れる時に2目ずつ入れたので、これを3目ずつとか、もうちょっと目数を増やしたり、この次のね、次の段で増やしたりすると、もっと大きなバッグができるかなと思います。この模様自体は偶数の目数で編むことができるので、バッグだけではなくてポーチとかにもアレンジできますので、ぜひ編んでみてください。残り糸がこれくらい先ほども案内しましたね。かわいいです。このマスタードの色がとても気に入っていて、かわいいですね。バッグとしても使いたいけど、先ほども言ったんですが、こうやってね、バケット型の、物をしまう、おもちゃ入れにもできそうなんですよね。毛糸入れとかにもできそうなんですよね。すごい万能なバッグができました。ぜひ編んでみてください。今回もですね、長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければですね、チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしております。それでは、まいしでした。バイバーイ。